はい、こんにちは。カンボジアガサガサフィッシング佐藤です。今日もよろしくお願いいたします。今日も、引き続き家にこもってるんですけども、もう家の前もね、整備も終わったんで、多分オートバイでも走れるようになったんで、明日ぐらいから、普通に表には行けそうなんですが、この街にもコロナの、感染者が出始めているんで、ちょっとねその辺も注意しながら生活しなきゃいけないんで、しばらくは家の中での作業ということで、引き続きいろいろテーマを考えたんですが、今回はヘビですね。これまでカメとかね、カエルとか紹介させていただいたんですけども、今回はヘビを紹介します。やっぱりカメとかカエルと同じように、カンボジアの魚をですね、フィールドへ行って調査をしていると、やっぱね出会うことっていうのは、たまにあるんですね。で、そのたんびにね、カメラがあった時にはカメラで、写真撮ったり、してきたんで、正直名前もわからないんで、知り合いの大先輩に教えてもらったりしながら、集めた情報なんで、それ以上はね正直何も語れないんで、ほぼ写真しかご覧いただけないんですが、紹介したいと思います。で、今回は18種類調べたらいそうな感じなんで、多分18種類だとね結構かなり長時間になっちゃうんで、9種類ぐらいずつですね、半分ずつ1回と2回に分けて紹介していきたいと思います。それではどうぞ。それでは早速なんですが、1種類目がこちらのヘビですね。で、まずはこれはカンボジアの自然保護区に指定されている森なんですけども、ここへ入った時に木の上に緑色のヘビがいたんですね。で、それがこちらですね。はい、もう完全に木の上をこう這っているようなヘビですね。で、どうやら調べたら木の上にいることが多いそうなんで、なるほどなということで、そういうヘビがいるんですね。で、このようにもう葉っぱというか、もう木々にね一体化している感じでね、まさかこれがヘビだとね、僕一人だったら気づかないと思うんですけども、もう本当に綺麗な色をしたヘビでした。で、一緒にこの時調査に入った、日本から来たあの研究者の方々が一緒だったんですね。で、その中の数名は両生爬虫類のすごく専門の方々がおられて、で彼らがもうさささっとこう木に登ってね追い詰めて、でもあっという間にこのグリーンの、ヘビを捕まえてくれました。で、捕まえても僕はねヘビ苦手なんで触れないんですが、結構ね近くに見たら太くて大きくてね、立派なヘビでしたね。こちらの写真なんですが、今度は、僕が住んでいるトンレサップ湖岸のシェムリアップの近郊に魚調査に行った時に、多分車に踏まれてね死んじゃった後、なんかいろいろアリとかがこう集まってね、もうほぼね、頭とかお腹の方はもう腐っちゃってたんですが、この尻尾の方ですね、があまりにも綺麗で美しかったんで、ちょっとね携帯で写真を撮った時のものなんですけども、なんかすごいね、もうヘビとは思えない、なんかこう美しいね、綺麗な黄色とグリーンと深いね濃いグリーンと、あって、すごい綺麗なヘビだったんですね。で、これが同じさっきのね、ヘビと同じものかどうかは僕も分かんないんですけども、おそらくこのグループの、ヘビではないかなということなんで、あえてちょっと一緒に紹介させていただきました。もしかしたら種類が違うかもしれないです。そして次、2種類目のヘビなんですが、これはちょっと申し訳ないんですけど、1枚しかね、この1枚しか写真がないんで、何とも言えないっていうところなんですけども、トンレサップのね、これは東側の町へ行った時に、偶然そこにいた人たちが持っていたヘビなんですけども、大きそうなヘビですね。で、これはなんかこのような学名のヘビだそうなんですが、なんか英名というかね、見たらなんとかなんとかラットスネークって書いてありますね。なのでラットを食べる
ですかね、ちょっとよくわかんないんですけども、まあ、そんなヘビで、ちょっと色的にはこうさっぱりした感じでね、白身が多い、色合いなんですが、ちょっと黒い模様がね綺麗にこう入っていて、なんかはっきりしたね、ヘビだなという印象ですね。なのでまあこういう種類もいるということですね。これ以上情報がないのですいません。そして次3種類目のヘビがこちらですね。でこれはもう明らかにねすごい模様をしてて、まあ、僕はね、まあヘビはあんま詳しくはないんですが、まあ、日本でねあの山カガジは結構ね小さい頃よく釣りに行くたんびにねよく見かけてたんで、なんかすっごい怖いヘビだなって思ってたんですが、まあ、このヘビを見た時になんかちょっとね似てるなという印象のヘビなんですけども、まあ、これは結構黄色みが強いですよね。そうですね、で黄色にこう黒がねしっかり入った感じで、ちょっとねダドニオに近いカラーリングなんですけども、これはこのような名前のヘビだそうですね。でこれは僕がよく見かけるのはやはりトンレサップの湖岸エリアの平野部ですね、氾濫源エリアのもう何でもない人が生活する県内でよく現れるヘビかなというふうな印象を持ってます。でこれお腹側、子供がね今、掴んでるんですが、お腹側は綺麗なしましま模様になってますね。そしてこちら、これはもう赤土のね道路をねシャシャシャとこう張ってたんで、車を止めてもらって急いで走ってって撮影したのがこれなんですけどね。でこれもはあまり黄色みがね強くない個体なんですが、もうあっという間にねこれもう茂みの中に入っていっちゃったんで、3枚しかこう写真が撮れてないんですけども、まあおそらく同じ種類じゃないかなということですね。そしてこちらは今度メコン川のね、本流筋に調査に行った時に、これも、ね、多分踏まれて死んじゃってる個体なんですけども、いたので写真を撮ったんですね。これも2003年なんでだいぶ昔なんでね、ちょっとあまり記憶がないんですけども、もうまさにね山かがしっぽいなっていう感じの色合いのヘビですね。なんであんまり艶がないヘビかなという感じですね。でまあいろいろ話をね詳しい方に聞いたら、まあ、日本でいうとあの山かがしと日ばかりですね、あの艶のある日ばかりとちょっとカサカサした感じの山かがしなんで、山かがしのような日ばかりに近い仲間みたいな、なんかそんなねイメージを持ってもらえるといいんじゃねえかっていう風にねアドバイスをもらったんですけども、まあ、そんなヘビですね。まあ、こちらもお腹の方を見てみると、まあ、綺麗な黒い線がね均一に入っているんで、まあ、さっきのと同じ種類なのかなっていう感じなんですが、もうこれ以上ちょっと分かんないんで、もし詳細知ってる方いたらまた教えてください。はい、そして4種類目のヘビがこちらです。でこれも3枚しかちょっと写真がないので、そんなに情報はねあるわけではないんですけども、名前がホマロプシスニグロベントララリスですね、というヘビだそうです。でこれは僕正直これ僕がね採集してゲンゴロウ採集してる時かなにトンレサップの湖岸エリアの湿地で、撮ったんですけども、なんかねパッと見直感で毒あるかなと思ってね、怖かったんでもう一切ね触らずに、もともと触らないんですけども、まあ網に入ったのをね、まあ、強引にプラスチックの入れ物に入れた時の写真なんですけども、こんなヘビもいました。でこれはどちらかというと地味な色で、まあ、黒とか焦げ茶ベースのね、ヘビですよね。で、まあ、そんなにこれサイズからしてね30センチちょっとぐらいだと思うんで、まあ、決して大きなヘビではなさそうなんですが、まあ、話を聞いてみたらこのホマロプシスニグロベントララリスのヨーダでないかなっていうふうに言われたんで、ということはこれ子供ということですよね。
なのでまあ多分大きくなるとちょっと様子も変わってくるのかなとは思うんですが、まあ、このようなヘビもいました。そして5種類目のヘビがこちらです。まあ、このヘビが、赤尾パイプヘビという、ね、名前だそうですね。でこれは僕が、河川で魚釣りをしようと思って、そのすぐ脇でミミズをね捕まえようかなと思ってスコップでちょっと湿り気のあるねところ日陰だったんですけども、そこでスコップで掘っていた時にちょうどこの写真の中央部にねちょっと黒い点がね土の間から見えてると思うんですが、ここで明らかに何かいるなと一瞬ですぐ分かったんですが、発見しました。でそれがこちらですね。まあ毒とかあったら怖いんで、もう一切触らなかったんですが、とりあえず写真をということで順番に写真を撮っていきました。で、まあ、接近するとこんな感じですね。でこの色合いからしてね、この黒と白がねこれはっきりしててなんかちょっと怖いなっていう印象あったんで、もうちょっとバクバクしながらね写真を撮影してました。でも思い切って開けてみようと思ってこうスコップでゴレッとね掘り返してみたらやっぱりヘビで、であっという間にねこうシャシャシャっとこう行ってね、車が走るとこ前ね、行ったんで、まあ、追いかけてったんですね。で、まあ、サイズは30センチもないぐらいの、まあ、それほど大きなヘビではなかったんですが、こんな感じですね。でこの時びっくりしたのはどっちが頭なのか分かんないような感じでね、なんかこの体の太さとこう頭がほぼ同じ太さでね、なんでまあ可愛らしいなとは思ったんですが、ちょっと怖くてね触れませんでした。でこれが頭の方ですね。やっぱ頭なんか小さくてこの体と同じ太さのまんまシュッとねこう細くなってる感じで、なんでちょっと怖くないというか毒はないのかなと思いながら、見てたんですが、その後これ暴れ始めて急にひっくり返ったんですね。そのお腹側を見た時に怖えと思って、もう一切ね触るのをストップしたんですけども、このしましまをね見てしまったらもうちょっとヘビ得意でない僕にとってはもう絶対怖くてね触れなかったですね。はい、そして次6種類目のヘビがこちらです。何でも大花山頭、大花山頭のようだっていうんですかね、らしいですね。この火山盗賊ナミヘビ科の最大種ということらしいんですが、もう何のこっちゃね僕には分からないんですけども、そういうね大きいヘビがいるそう でそれのようだではないかということですね。もしかしたら間違ってたらすいません、ただ僕の今の手元の情報では一応この名前でということなんで紹介させていただいてるんですけども、これを見つけたのは僕も出会ったのはこの1回限りだったんですけども、結構山間部の森と住居のちょうど境目ぐらいのところですね。で、調査をしている時にたまたま出会ったのがこのヘビでした。でこれを捕まえたのは僕ではなくて、ヘビの得意な方がね、さっとね捕まえてくれたんで写真が撮れたんですが、こんな感じの、まあ、綺麗な色合いをしたヘビで顔がねちっちゃくて目が大きいヘビだなという印象だったんですね。なんでこれ初めは大人だと思ったんですが、子供のヘビだということで、でこれをちょうどその方が捕まえた時に口を開けたんで、写真を撮らせてもらったんですが、すごい大きな口をしてますね、ヘビっていうのはね。で僕はもうほとんど接近したことがないんでわかんないんですが、とても目が大きくて、まあ、クリッとした目でね、まあ可愛いけどちょっと怖いなという感じのヘビですね。はい、そして7種類目のヘビがこちらです。はい、なんかすごい薄い感じのね色合いをしたヘビなんですが、どうやらこれカンボジアククリヘビという名前のヘビだそうです。そんな大きなヘビではなさそうですね。でこれを実は撮ったのが
先ほどの赤尾パイプヘビだっけなと同じような場所でやっぱミミズ掘りをしてる時に見つけたもので、でその時の動画があるんで、それをご覧ください。どうぞ。はい、昨日のポイントに来て、ミミズを掘ろうかなと思ってまた同じとこ来たら、ここに1匹今ヘビがいて、ここにこの昨日のカエルがまだいます。ヘビ動いた。どうしよう。捕まえれないんだよ俺ヘビは。え？痛い。はい、というわけでこんな感じで実際にミミズを掘り行って、やっぱり日陰のねちょっと水気がありそうな土を掘っている時に出てきたんですね。でこのポイントはもうヘビ2種類にバグガエルも出てきて、まあ、他にもねいくつかカエルは出てきたことあるんですが、結構なんかいい生き物にとっちゃいいポイントなのかなっていうふうに思っていて、まあ、密かにちょっと今度ね特集でここを掘りに行ってみようかななんて今思ってるんですけども、まあ、そんなところですね。でこのヘビについてはやはり詳細は僕もわからないんですが、まあ、このヘビにカンボジアという名前がついてるぐらいなんで、おそらくこの辺りの、独特のヘビなのかなっていうイメージはしてるんですけども、そのようなヘビも実際に、カンボジアで、見ることができました。そして8種類目のヘビが こちらです。これはカンボジアに住み始めた初めての家の庭があったんですけども、その庭にね現れたヘビなんですね。なので2011年1月10日に撮影しているんですが、まあ足元にねこんな感じでいたんで、もうすぐにおヘビだと思ってね、急いでカメラ持ってきて撮ったのがこの写真です。でこれは何ですかということでねお願いして聞いてみたら、どうやらサンビームヘビというね名前だそうなんですね。サンビームっていう名前がついてるぐらいなんで、なんかこう光に太陽光に当たるとすごくね、綺麗な色を発するヘビだそうで、まあ、確かにね、見ていくとすごいね、光沢があって綺麗なヘビだったんですね。でこれなんでこれこんな形してるかというと、実はこのトカゲをね食べてる最中だったんですね。なので全然近づいても、こちらにもね気にせずに撮影させてもらったんですけども、どうやらこれ食べられているトカゲが、マダラミナミトカゲではないかということなんですけども、実際にこうやって自分の家の庭でねこのサンビームヘビがマダラミナミトカゲを食べているということで、もう2011年なんでもう10年ぐらいかかって初めてこの名前を知ったんですけども、そういったヘビが、こんなにね、人間の生活している生活圏内にいるんだなっていうのを知りました。はい、そして今回紹介する最後の9種類目のヘビがこちらですね。でこれはメクラヘビの仲間というふうに今書かせてもらってます。でどうやらちょっとこれなかなか同定が難しいそうで、でなんかいろいろ調べてたら、ブラミニメクラヘビというのが、まあ、日本ではね結構有名なので、僕もこれかなってもう思い込んでたんですけども、以前これを捕まえた動画をアップしてるんで、サソリかなんかとね一緒に撮った時に、これを捕まえてるんですが、まあ、そのように多分紹介してしまってるかもしれないんですけども、まあ、僕の今回話を聞いてもらった方に相談したところ、これだけでは分かんねえなっていうことだったんで、まあ、一応メクラヘビの仲間ということで、紹介させていただきました。まあ、実際にこれもあのサソリを探してる時だったんで、まあ、ちょっと湿り気があるあの日陰の、あの家のね端っこの瓦礫をめくったり、落ち葉をねめくったりしている時に見つけたヘビです。
なんでまあ結構街中の中心街なんで、まあ、そういったところもまあ条件さえあれば、まだこういうヘビがいるんだなということをね、この前去年かな知ったんで、僕個人としてはすごく驚きだったんですけども、まあ、このようなヘビも、いるということを紹介させていただきました。はい、というわけで今回ヘビについて、まずは前編ということで9種類お伝えさせていただきました。もしかしたらね、間違ってる説明もあるのかもしれないですが、それすら僕は分かんないんで、とりあえずこれがいるぞということで、まあ、ヘビのね得意な人にはちょっとね物足りない内容だったかもしれないんですが、まあ、実際こういうのがいたよということだけ、ね、お伝えしたいと思います。というわけで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンもどうぞよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。それでは。